笠間神社軌道笠間神社軌道は、茨城県西茨城郡笠間町に、かつて存在した、一社軌道、及びその運営会社である。笠間稲荷神社への参拝客輸送を主目的に、1915年から1930年まで営業した。後に、笠間稲荷軌道、笠間稲荷運輸と改称した。1889年に開通した水戸鉄道の、 笠間駅は笠間の市街から1トル以上離れたところに設置されていた。この理由については鉄道によって宿場が錆びれるとして反対運動が起きたという説もあるが笠間市街の東にスケハクが位置することから市街に接近させようとすれば路線が大きな迂回を余儀なくされてしまうためこれを避けたのが実際だろうと推測されている。一方 参拝客で賑わう観光地であった笠間稲荷神社は笠間市街にあったことから神社と笠間駅とを結ぶ人車軌道が計画されることになる。こうして1915年11月22日に笠間神社軌道が開業した。社長は飯野茂次郎、資本金は2万円であった。開業当初の営業成績は好調であったが、1925年、 ゴロになると、乗り合いバスとの競合にさらされるようになり、また、言語に、是、する時代錯誤に、してみに、笠間町対面上一日も損知するを許しさず、これ忍者軌道の撤廃を要求するゆえんなどとして、撤廃陳情も起こるようになった。1925年に当選を実地調査した、鉄道省の担当者は、会社経営人が、 収益のみを重視し、設備交配が、なおざりにされているという趣旨の報告を残しており、また当時の株式配当は3割という異常な、課題配当であったとも言う。これらの事情と、人身事故を減らすため、後押しである人車から全面で運転する、内面動力車両に切り替えるようにと指導があった、こともあって、1925年に、オットーライメルス商会から、 ガソリン機関車を購入し、動力切り替えを行った。同時に客車4両も増備している。これに伴い、車名も、カサマイナリ軌道へと変更された。ただし、この機関車に関しては、使用実績が不良であったためか、2年後の1927年には2両のガソリン動車に置き換えられている。しかし、これらの輸送能力向上策も実らず、 1926年の上半期を最後に黒字が出なくなるなど経営は悪化していき、1930年11月17日をもって廃止された。経営悪化の理由としては、もともと 1.5km に満たない超短距離路線で、経営基盤が弱かったことも、さることながら、といった点が挙げられている。なお、1929年に、 笠間稲イナリへ解消されているが、軌道業以外の兼業は行っていない。2014年6月に、道の市実行委員会が、笠間神社軌道の車両を復元した。普段は、笠間商工会の駐車場に展示されており、毎年11月に開催される、一社の日イベントにて、レール上で運行されている。2015年11月22日には、 開業から100年の記念と同実行委員会の活動に区切りをつけるため営業当時と同じ区間の全走破を行う催しが開かれたメンバー15人がレールを敷きながら一車を押し一車が通過した後のレールを外して前に取り付けるという作業を繰り返しながら笠間駅笠間稲荷神社間を1時間1 0分かけて走破した2019年には 大正時代の現役時に用いられていたと推測されるケア機材により2014年に復元したヒト車と同寸法の車両を再度制作した。この際、車両の制作費用調達にはクラウドファンディングを活用している。同年11月のヒト車の日では新たに制作した車両の公開のために2015年の100周年記念時と同様。 かつての起動時期を簡易な北田氏をより例することで、走破するイベントを挙行した。その後、復元した一社は、笠間市弁店長に新設された道の司会館で常設展示されている。5時20分から22時25分の間、笠間駅での水戸線発着に接続する時間に運行された。所要時間は5分、運賃は片道5線、往復8線であった。 運賃については、開業当時片道3線、往復6線であったのが値上げされている。なお、同区間を走る乗り合いバスは、所要時間5分、片道8線であった。以上、鉄道院鉄道を統計資料による。利用客は、笠間稲荷神社の参拝客が中心であった。開業当初は、大社神人社鉄道から売却された、一社を使用していた。 一両あたりの乗客数は8名。当初は30両の車両を保有していたが、次第に数を減らしていき、1922年には26両、1923年には10両となっている。なお、一部の車両は松山神車軌道で再利用されたという説があるが、笠間神車軌道で使用された車両と松山神車軌道で使用された車両では、 窓の数などの車体構造が一致しない。車両の大きさは全長約2.35メートル、高さ2メートル、幅1.5メートル、重量300キログラムであった。1925年にはコッペル製のモンタニア機関車2両が導入された。この時、同時に客車4両も導入されている。1927年には、 丸山式自動客車と呼ばれた丸山車両製の木造を淡々式ガソリン動車が2両投入された。フォード T 型20馬力エンジンを搭載する点は丸山の基本仕様通りであったが特注で通常 1700mm から 1800mm 程度はあった。 丸山標準車より福音を狭め、最大幅がわずか 1524mm しかないのが特徴であった。沿道の家との接触を避けるために取られた国区肉の策であったとされている。車内の自幅は実に 1257mm で、日本で旅客営業に用いられた鉄軌道車両でも記録的な狭さであった。 全長は 4496mm、全高は 2877mm、軸間距離は 1524mm、重量2.01トンであった。定員は座席9名を含めても14名に過ぎなかった。ガソリン動車導入後も客車4両は残された。これについては、多客時の増結用に残されたと見られている。 笠間まし編纂委員会、笠間まし下官130から131ページ、中川孝一、茨城のミニ鉄道市中192ページ、鉄道省が1930年に刊行した、日本案内機によれば、毎年100万人以上の参拝客を数えたという、ハット ABC、笠間まし下官。293ページ ABC、葛飾。 ブックレット15対社区事鉄道、全国人車データマップマイナス30ページ、ABCD 湯口通る、内燃動車発達し、上巻76ページ狭い街路の軌道上を人力で後押しされる、一社では前方不注意による事故が起こりがちであった。ABC 茨城の民営鉄道市中198ページ、笠間市市、下百295ページ ABCD、茨城の民営鉄道市中199ページ、a b c d e f g h i m 春太郎、対象の人力鉄道再現レールを抜き、足し1.4キロ茨城新聞2015年11月23日付長官、第一社会 A 番、23ページ。 補助金目指し私鉄の猛襲不景気と自動車に押され、宿泊区の404、車1930年5月25日付、東京日日新聞、茨城の民営鉄道市中195ページ、茨城の民営鉄道市中200ページ、笠間市市、下館、296ページ、夫をライメルス紹介は、当時のコッペル社の代理店であった。ABC 岡本則り 全国軽便鉄道失われたナローゲージ物語31075ページ。ありがとうございます。